SCB-27A 改装後の SXSCB-27 はアメリカ海軍が SX 級航空母艦を対象に実施した近代化改装である。目的は第二次世界大戦の時期に建造された航空母艦に Z 級運用能力を与えることにあり、1947年から1955年の間に実施された。 オリスカ2ーの環境とアージ攻撃機体戦末期のジェット機の登場により航空機の性能は飛躍的に向上したが一方で特に初期のジェット機は失速速度の速さ加速の悪さ機体重量の重さといった点により艦上機としての運用には困難がつきまとったそこでこれらの困難を克服するために収益中の空母を近代化する改修が計画された 当初は新鋭のミッドウェイ級を対象に検討されたが、回収のために新鋭空母が長期間戦列を離れることは望ましくないため、まず建造が完了していないオリスカニーに対し実施することとなった。すなわち新型カタパルトの装備や飛行甲板及び環境構造物の全面再設計などの回収を SCB-27 と総称し、 これらを盛り込んだ上で1947年に建造を再開した。また、オリスカニーの完成を待たずして、本回収に準拠した SCB-27A 改送が予備役艦を優先に開始され、1949年から SX、WASP を筆頭とする発石に対し実施された。改送対象の選定については、以下のような経緯がある。 まず会計年度1948年の計画で、オリスカニーを完成させ、FY49 計画で次の改装対象は、予備役にあったエセックスとワスプが選ばれた。改装費用については、オリスカニーが1億1170万ドル、次の2巻が、各5500万ドルを費やした。次の候補については、現役で活動中の巻を引き抜いてくる方がコストを、 抑えられると提唱された。当時のスケジュール上、現役の規模を縮小する方向だったことも理由である。見積もりでは、もし予備役の艦を改装するなら、約5000万ドルを要するが、現役中の艦なら、約3800万ドルで済むという調査結果が出ている。そこで次の改装対象として、現役中のキアサージとレーテが選ばれたが、 朝鮮戦争が勃発したことからレーテについては急遽、現役続行となった。代わりに、予備役の中からレークシャンプレインを改装することとなった。なお、後述するフランクリンも候補として調査が行われており、1950年8月には、予備役の中で状態が最も良い間の一つであり、約4300万ドルで改装可能と評価されている。正式には、 SCB-27 とは、オリスカニーの解説系のことを指し、すでに収益していた SX 級の階層については、SCB-27A 及び 27C と呼ばれた。階層は広範囲に及ぶが、主な内容として以下のものが挙げられる。飛行要員の移動用のエスカレータ階層の影響として、喫水線は下がり、最大速度は、 約2ノット低下して31ノットとなった SCB-27CE 改装後のハンコック飛行甲板上にあった後方エレベーターは右舷側に移設された1950年代初期のカタパルト技術の進展に伴い SCB-27 改装の内容に際が生じることとなったまず H8 油圧式カタパルトを装備した8隻に対する改装は SCB-27A 階層と区分される。一方、1951年末以降に改修された6隻に対する階層は SCB-27CE 階層と区分され、以下の点で異なる。SCB-27A、SCB-27C いずれも後期は約2年を要した。s c b 2 7 c については期が数ヶ月長く。 排水量、全幅もさらに増大している。カタパルト性能の差から運用できる機種にも差が生じた、ため、運用能力に勝る SCB-27C 階層対象艦は、攻撃空母、SCB-27A 階層対象艦は、対戦空母というように役割を振り分けられた。なお、シャングリラ、レキシントン、ボノムリシャールの三隻については、 SCB-27CE 階層中に SCB-125 階層を合わせて実施されている。SCB-27A-27CE 階層はあくまでジェット機を運用できるようにするための応急的なもので、いわば近代化の過渡期として位置づけられており、より徹底した究極な階層が計画されていた。長距離核攻撃任務を遂行できる超大型空母。 ユナイテッド・ステーツ級の建造が計画され、エセックス級も同様な任務に対応させるためである。大改造を実施する対象として、フランクリンとバンカーヒルが選ばれ、1947年2月からモスボール状態で保管されていた。しかしユナイテッド・ステーツ級の建造は1949年に中止され、前日の通り核兵器の搭載、運用は、 SCB-27CE 階層間でも可能となり、結局この大階層計画は立ち消えとなってしまった。その後、SCB-27 階層対象間には追加階層として、SCB-125 と SCB-144 が実施された。なお、SCB-27 階層対象間以外に対しては、 ヘリコプター揚陸艦とするための階層、アンティータムに対するアングルドデッキ装備が実施されている。ありがとうございます。